アンナ・イースト・エデンは、フィンランド出身のアメリカ人の女優。フィンランドのトホマヤドリで成功した、落農家であったアンナ・カタリナシェメッカの娘として、生まれる。アンティという名前の弟がいる。15歳になるまでフィンランドで育つ。公立学校での成績はとても優れ、クラスの中で最年少で卒業する。イースト・エデンは、フィンランドのモデル学校を12歳で卒業し、すぐに、 最初の仕事を得る。フィンランドで人気のあるティーンウエージャー雑誌、シナミナが開催したナショナルコンテストにアナ・セメエッカの名前で優勝した後、最初の雑誌のカバーに登場する。そして、まだ10代の頃に日本のモデルエージェンシーから最初のインターナショナル契約を打診され、東京に拠点を移す。東京では、カネボウ、ソニー、ニッセン、ワコール、オリコン、 NEC そしてルクスなどの企業の広告に登場する。デザイナー、アキラ・キミジマの専属モデルとなり、日本の化粧会社のモデルとなる。また、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ニュージーランド、スロバキア、グアム、そしてアメリカでもモデルとして活躍する。アメリカでは、エーボン、フェラガモ、カルバンクライン、EN、N XOXO、エルメス、ディーセル、ポニー、t モバイル、トヨタや、マイケル・アントニオ、ジョッキー、アッシュワース、コールズ、日産、ビクトリアズ・ブライダル、ゴッチョークス、アンナズ・リネンズ、パジャマ・グラムス、リオ・ンホテル、マリクレール、シボレー、スー・ウォン、コーヒー・ビーンズ・ティー・リーフなどの広告に出演する。イースト・エデンは、女優としてのキャリアを、日本、台湾、そして、 アメリカでのテレビ CM から始める。彼女の最初の出演作品は、シカゴのダウナー、エスグローブ、ティボリ劇場での舞台、眠れる森の美女での眠り姫役。また、フーオンツ2 b e スーパーヒーローの悪役、ビー・スティングへの出演でも知られている。他のテレビ出演作には、ボーンズ・パションス、デイズ・オブ・アワ・ライブスがある。スロバキアのブラチスラバにて、 国連難民高等弁務官事務所のリサーチャーとして活動。人権保護のためにヨーロッパ各国の法律、亡命手順においての様々な状況などの比較研究を行い、スロバークナショナルアサイラムレジスレーションの立法に貢献する。また、自由で公平な選挙のためのシチズンキャンペーン OK98、OK、でも活動を行い、現在もファンデーション4、 エイシビルソサエティと共にブラティスラバでの活動を続けている。2007年にアメリカンフットボールコーチロブ・マッキンリーと結婚。ロサンゼルス在住。ルイス・ベラッカスがホストを務める有志のラジオ番組で個人的インタビューに応じたものが放送されたほか、有志の公式ホームページ上でインタビュー内容の全文が閲覧可能になっている。ありがとうございます。